体系言語の分布タイ族とは、対処語を防護とする民族のこと。タイ人イコールタイ族、ラオス人イコールラーオ族でないことに注意する必要がある。この項目では、タイ族といった場合、特に指定がない限りラーオ族なども含ませている。一般には、タイという語は、自由を意味すると説明される。しかしこれは俗説であり、中国古代語の、イが語,語源で、 大が生まって、大となったとするのが、原今有力な説である。大という漢字は、大人という言葉の用法に見えるように、立派なという意味があり、それが点火して、自由人という意味となり、さらに、自由人という意味から、大の後に、人、自由などの意味が生じたと考えられる。実際、昔の大では、あなたは、どこの、大ですか というような用法が非奴隷人民の間で使われていたという。タイはタートと呼ばれる奴隷と明確に区別された。後にこの語は現在のタイに普及し、タイ人を表す普遍的な言葉となった。現在タイではタイという語には文語的で曖昧な意味合いの自由という意味とタイ人という意味の二つの意味合いがある。 ちなみにの語のはこの言葉をサンスクリット語風に見せるための無発音の文字であり、いわば飾りである。この語に相当する語はサンスクリット語にはない。ラーオとは昔は王族の名前に関して使うことがあった。この用法はチエンマイ王ートやラーンオートにも見えている。その後、ラーオはその貴族的称号としての地位を徐々に失い、ただ単に人を表す言葉となった。 当初は、タイという言葉も人の意味を持って使われていたが、後に、ラーオ族の国において、タイ族に対して反感を抱くようになり、どこぞのタイという意味に対して、どこぞのラーオという言い方に変わっていき、ラーオが民族名として定着した。なお後に、フランス人が来た時このラーオーラオと表記し、これに複数の設備字をつけ、ラオスとしたのが、国名になった。 体系所属の起源については以下のような説がある。この中で最も有力とされるのは中国南部起源説である。後世からベトナムを起源として6から7世紀頃に漢族の進出に追われて西南へ移動したものと考えられている。また中国の東南沿岸台湾起源説も共に注目されている。三谷康之の言語年代学によると 古代課題語は4000から5000年前に存在し、台湾から分化しつつ、中国内陸部、北、ベトナムへと移動し、モンクメール語族、シナチベット語族の影響を受けて、約1000年前に、現在のタイ語が成立したという。紀元前215年には旗により、ムアンギャオも攻撃を受けたため、タイ族はさらに南化し、ムアンペイ外イという都市国家を新しく形成した。 当時の河北にいた中国人は中華思想により大族やその他南方の諸民族を南蛮と呼んでおり、大族は特にアイローと呼ばれていた。河北にいた中国人はこの都市国家無安平街をアイロー国と呼んでいた。古代のアイローの地であった現在の中国南西部雲南省南部には今もその末裔と見られる大族が住居しており、中国語では大人を大、タイ 雲南の大族をと書いて区別している。雲南の大族は、大国に住む大族からは、大流族と呼ばれる。カレン族も、アイローの末裔の一つと考えられている。シーサンパン般タ大族自治州や徳広、大族沈邦族自治州が存在するが、名称に含まれる、大族には、の文字が当てられている。紀元前110年頃、前漢の武帝は、 仏教の教典調査団をインドへ派遣しようとしていたが、ムアンペイ外の初代国王訓練はこの施設団のムアンペイ外通貨を許可しなかったため、ムアンペイ外と全館との対立が勃発した。この対立は約7年間続いたが、紀元前87年にムアンペイ外は滅亡する。9年に訓練の子孫にあたるワンによりムアンペイ外独立が宣言されたが、 これも長くは持たず、50年に五冠により再び滅ぼされ、英将軍が置かれた。その後数世紀の間、大族に関する資料が存在しておらず、どのような歴史をたどったのかは不明であるが、7世紀頃に6つの無案が、雲南省の大理盆地に建国されている。これらの無案を、総じて六省あるいは六省国と呼称する。六省のうち最大の無案であり、 遺族の先祖であると言われる、カラス蛮族が、支配者層と見られるムアンスイは党に対し友好、関係を築くべく、建国当初から貢ぎ物を送っていたとされている。580年、帝族の最後の王朝、アダイケが、隋の初代皇帝要件に攻められ滅亡する。悲惨した、帝族が六将の参加に入ったと考えられている。ムアンスイは、 強大な党の援助を得て729年、河原学王の時代に六将を統一し、南昌王国を建国した。河原学王は死後、この功績により、党より、雲南王の王位を送られている。しかし、南昌王国の力がト番バンと同盟して強大になるにつれ、党との友好関係は、次第に崩れ始め、党の幻想の時代に、よーく似だが751年に8万。 754年に3万の兵で2回にわたり、南昌王国へ交戦を仕掛けたが、どちらも南昌王国の勝利に終わっている。南昌王国の勢力はさらに増し、安氏の乱の混乱に乗じてトバンと南昌は、党の都長安を779年頃に一時、占領した。その後も832年には、ピュージンの氷国を八百858年には、 トンキンを863年には安南をそれぞれ攻略し、安南と五府に領土を広げている。しかし902年に漢人の献身、帝外都ぐが起こしたクーデターにより、南昌王国は滅亡した。937年に白番の男子兵が南昌の後継国家である大義国を樹立し、しばらくの間はタイ族もその参加に収まっていた。その後、タイ族は、 大移動をはじめ、インドシナ半島、ビルマ、アッサムなどの各地に散り、ムアンを形成し始めた。1044年、支配下にあったビルマ族が、エイヤワディ平原へ侵入して、パガン王朝を樹立した。タイユワン族、クロハララー王族最も早く南下したのは、タイユワン族で、メコン川北部上流に定住し、638年に、ヒランナコーン軍やンの統治を、 クメール人のラボー王国の王、コラバルナディートに命じられ、ベアング・プラウィグザが王となった。1259年、モンゴル帝国の雲南、大理遠征のために、ヒランナ高温軍ヤーンの王子マンライが、ラーンナ王朝を建国し、新しい首都を支援前に建設した。彼らは、ラーごとに固大書語の方言を話し、独自の文字を持っていた上、 昔の風習で腹に入れ墨を入れるがあったため、黒原ラオと呼ばれた。民族的には、西北大人、あるいは台湾族と呼ばれる。ラーナー王国は数百年続いたが、後にチャクリー王朝の属国となり、後に完全な大領となった。黒原ラオはチャクリー王朝の小大族とほぼ完全に同化したため、現在は西北大人と呼ばれ、特に区別されない。 シャン族、アーホーム族、タイカムティ族1180年に、タイルー族が、台湾族のヒランナ高温群やンから独立し、シップソーンパンナー王国を起こした。稲作を制御としていた、タイ族は川沿いで生活しなければならず、あるグループは、ミャンマーのシャン州に進出し、サルーイン川流域のシャン族と呼ばれる民族を、形成した。シャン族は、 中国のタイ族グループと合わせて大タイ族と呼ばれることがある。シャン族のグループの一部がバトカイ山脈を越えてインド北東部アッサム地方のブラマプトラ川流域で生活を始めた。これがアーホーム族やタイカムティ族を筆頭とするインドの大系諸民族である。彼らは現在ヒンドゥー化してあまりタイ族としての原型はとどめていない。 ラオ族メコンガー流域に定住した住民の内東へ移住した民族をラオ族と言い,い、彼らが建てた国が現在のラオスである。このグループは後日の小大族に対して同化の傾向を示さずカくなにラオ族であることに固執したので、大族とは似て非なる特徴を形成した。これは後に同じ民族にありながらラオスという国を形成した要因でもある。 近代に入ってからは、体系、期待系の少数民族が、ラオ族の反抗勢力になるのを、ラオス政府は恐れ、ラオス国籍保有者を、ラオス人と定義し、ラオス人を、ラオ族という民族や、その他の少数民族という風に分類することを、政治的に否定した。 タイ族 E3 人ラオ族は、メコン川南西部にも居住していたが、タイのチャ着利王朝とラオスとの戦争によりこの地方は、タイの領土となる。その後は、この地方のラオ族はイ e ーーン人として、ラオス人と区別されるようになった。イ e ーーン人は、厳しい気候による貧困と言葉の違いにより、タイ王国の小隊族から差別を受け、伝統的にラオ族意識が強かったが、 最近では中央政府の開発やグローバライゼーションの影響により一体化が進んでおり若年層や都市部を中心に対人意識が高まっている。シャム人、小大族外国によりシャム人と呼ばれた人々が小大族である。彼らはモンゴル帝国の雲南大理園生においてチャオプラヤーガーカに潜入していたクメール族を退けて1257年 スコータイ王国を建てた。このタイ族のグループは、非体系民族から、サヤームと呼ばれた。このスコータイ王国が現代の基礎である。後には大体民族主義と呼ばれる動画を政策を、タイが進めたため、大量内のタイ国籍保有者を、タイ人と定義し、タイ系、非体系少数民族を政治的に否定した。上述の歴史はタイで行われた、歴史教育にほぼ沿ったものであるが、 現在の研究では、タイ族の南海以前の歴史に問題が多い。19世紀末、ラーマ5世時代の内務省、ダムロン新王により着陸改革での民族教育の一環として策定されたもので、20世紀に入って、第二次世界大戦直前のピブーン政権での愛国民族主義教育により現在の形に定着した。いわゆる代替民族主義の歴史観で、 アルタイ山脈説などは19世紀当時の欧州の研究者が提唱した仮説を取り入れてある。古色は民族系統不明で、アイローはタイ課大系よりもチベットビルマ系が有力視される。19世紀からの大歴史教育では、南獅がタイ民族による初めての独立国家とされていたが、南獅の支配層はチベットビルマ系遺族であり、 その後継国家の代理もチベットビルマ系ペイ族である。タイ族はすでに居住していたものの、三家の一民族に過ぎなかったものと見られている。以下は1953年から使われている中国でのタイ語民族の分類を示したもので、7つの主要集団に分類している。ミャンマーやタイでは、名は、シャン族に分類されている。ありがとうございます。